行われているイベントや取り組みを紹介する海と日本プロジェクト in 佐賀。さあ今回はこちらです。毎月1回ボランティアでクリークの清掃活動をしている日本ボランティアクラブムツゴロウ。この日は十数名が集まり、佐賀市川添町の水路を清掃していましたぞ。3回目ですけど、今日はちょっと少ない方です。北村さんのお米に興味があって、連絡させていただいた時に、よかったら毎月ボランティアやってるから来たらってお声掛けいただいてきました。日本ボランティアクラブムツゴロウの代表を務めるのは、無肥料無農薬の自然農法で米作りをする北村博樹さん。川自体にゴミが多かったので、これをどうにかしたいと思って、それで私が拾えば減るよねってそこに頭がついたんで、まあやってみようということでやったのがもう約10年以上前ですけど、はい。水路には空き缶、瓶、ペットボトルがたくさん。こうやって拾う人がいるから捨てることが続くのかもしれないけど、気づいてもらえたらなって思いますね。まあなくならないのが現状だなっていうのは思います。環境のことを考えてほしいなとは思います。捨てる人に少しでも気づいてほしいんですよね。もう自分たちがポイ捨て、そして不法投棄したものが、なんていうかな、ビニール類なんかも油が抜けてくるとバリバリに粉々になるんですよね。でそれがもう本当にプランクトンが食べ、小魚が食べ、大きな魚が食べて、それを人間が食べるっていう、もう循環ができてきてるんですよね。もう本当に全ては自分たちに返ってきてるんだっていうことを気づいてほしいですね。この日の清掃は朝9時から2時間行い、燃えるゴミ9袋、燃えないゴミ4袋を回収しましたぞ。北村さんが踏み出した小さな一歩が多くの人たちの賛同を呼び、今では YouTube 配信を見て県外からも参加される方もいるそうですぞ。ゴミを捨てる側から拾う側へ、北村さんの活動が確実に大きな輪になってきています。海と日本、見てくださってありがとうございました。 Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。